きなごちゃん。はい、ということで、小春ちゃんと太一くん、何皿食べれるでしょうか。やってみたいと思います。ゼロ皿。じゃあもうお帰りください。ありがとうございました。太一くんはラーメン食べる。5か4か 6? 小春ちゃん、お醤油取ってや。それお醤油じゃない、甘だれ。ありがとう。何個？4個。現状系。ポテトも食べたいな。ポテト。あ、ポテト、ポテト。いい、ポテト。ポテトいいよ。食べる。いいよいいよ。食べるね。ホタテ。食べれんの？食べれないの？食べたことない。じゃあ食べてみに。食べてみたら。無理やったら食べたら。醤油。もう一個あるよ。ポテトと。また来たろ。うん。何か。おいしい。それはよかった。タイチも茶碗蒸し食べる？茶碗蒸し食べる。トビコ頼んだ。うん。ちょっと醤油かける？パパ、タイチいる？めっちゃいい。はい。こぼれると思うけど。はい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 。おいしい。来たね、来たね。来た来たで。ラーメン？ラーメン。ラーメン？違う。これちょっとママ取ろうか。あ、どうぞ。取りなら試しないな。大丈夫、大丈夫、大丈夫。じゃあ、あれ取ってやる。あれも落ちや。そう。これママや。イエーイ、サンキュー。大地くんの。大地？ほら。ラーメン。なぜら、あ、茶碗蒸し来た。茶碗蒸し来た。これは暑いから、ママ。暑い。お子様好きよね、これ。どうやって持ったん、あこちゃん。めっちゃ暑いんだけど。なんてたくましいね。これめっちゃ美味しそうやん、あこちゃん。ちょっとメニュー名みんな忘れたけど、いろんなの乗ってる。これ見てほしい。でも24時間これ持ちチャレンジできる。暑いかよ。くだらん。わー、何それ。ネギトロ。ネギトロ。ネギマグロです。すっげーな。美味しいよね、やっぱマグロとか。おいしい、おいしい、おいしい。弱虫めっちゃおいしい。しっか。あ、おいしい。入ってる人に。あ、ほんまやね。いる？いや。ママのタイで。美味しそう。あごにご飯粒ついてて、ご飯。おいしい。こんぶり行ってみよう。あー、腕がしんどい。こんぶり。うまっ。太一、お寿司何皿言うてんのに一皿も食べてないやん。何食べたん？え？ポテトとか茶碗蒸しとかヤーベツとか。次は何頼む？頼まへん。家デザート？え、何しに来てん？お、エビ。生のエビかな。このカメラな、めっちゃ近づけないとだ。お、いいね、いいね、いい迫力だね。エビ。エビ。何皿？6皿。7皿。すっごいな。あ、これだけでいくの？美味しい。美味しい。小春めっちゃでっかい。美味しそう。一口でいかれ。太一、太一、デザート頼んだ。何したん？秘密。秘密。まだかな。太一のデザートまだかな。え、来た？もう一回いただいて。お、なった。お、メロンシャーベットかーい。大事。ところでお寿司食べた？
よし食べてよごちそうさま何皿食べましたか44大地くん何皿食べましたか3え、どこにあるこれとラーメン。あ、これも入れんの？それとデザート。あ、茶碗蒸し。茶碗蒸し。でさ、まあ、ポテト。まあまあ三三三。四。卵は？一。まだ食べてないけど。これ入れて。一二三四五六。六。六。十一歳。え、食べるの？みんな食べるよ。26点です5皿目エビスキがあるやつちょっとポテト頼んでいいってことは小春ちゃんはそれ入れて5ママポテトパパは9皿でしたすっくねエコな家族やから朝食やせーので